はい、店長武蔵と、その仲間たちといっても私とあと相方ぐらいしかいないですけどね。はい、T125 前回ですね、キャブレター分解清掃いたしました。あとやっぱりね、長期、まあ、3年から4年経っているということでね、まあ、気になる部分としてはオイルですね、ミッションオイル、こちらも交換をしたいと思います。走行走ってないんですけどね。はい。19mm。ね、19mm の、ソケットで、やります。ドレーンはね、これですね。見えますかね。ここにありますね。で、下からこう、ここは斜めに入るようになってます。はい。では、早速、抜きましょう。ですね。こっちからこういう感じですかね。こんなことならこれつける前にやった方がいいですね。次回からはそうなります。はい、これ何かを押してますよね。それなんか兼ねてますね。なんですかね。このタイプのワッシャーがあるんですけど、これ外れないんですよ。これがね、規定トルクで締め、また使える？ダメ？難しいですね。これね、ダメなんですよ。できればこのドレンボルトをマグネット付きのに変えたいんですけど、これはダメですよね。スプリン、なんか何かと兼ねて使ってるみたいなんで。前にTS でやっぱ同じようなね、こういうワッシャーで外れなくて、外そうとして結局もう諦めました。ダメなんで、はい、ボルトごと変えちゃいましたね。どうしてこういうワッシャーを使っているのか、もう少しやりやすい、外しやすいやつでいいんじゃないかと思うんですけどね。オイルまみれです。アンダーガードオイルまみれですよね。位置的にちょっと これはその間にこれを外しますか。傷つけないように樹脂のやつでと思ったんですが、それだと綺麗に挟めない。ネジザウルスで、挟みながら回していくっていうやり方を今ちょっとだけ浮きましたね。これでね、ガッてやっちゃってこのネジ山傷めちゃったらね、もうアウトですからね。なんでこういう作りになっているのか。おお。
なんか一番これが堅実な感じが今しております。はい、一番堅実に外れるかな。これ全部抜けるまで待って、でこれやってなんてやってたら時間かかりますよね。はいっつって、いや取れないですね、じゃあちょっとパッ、あ終わりましたみたいなね、そういうこうこんなことやってねできたらいいですけどね。はい、まあ、とりあえずですねこれ抜いて、そして、オイル新しいの入れる。ちょっとまだね結構出てますよね、チャラチャラチャラずっと出てるんで、たまにこうまっすぐしたりして、まっすぐにすると出ないなんで、また出ましたね、斜めの方が出るんですね。はい、まあそんな感じで抜いてですね、で新しいオイルはね、ここですね、ここから入れます。はい、でこのキャップなんですけど、これねじ込み式じゃなくて、これただゴムのキャップでこう刺さってるだけなんですよ。だからこれ使ってるとだんだんね硬くなってきて、緩くなってくるんで、そしたらもう新品に交換ですね、このタイプはね。はい、で一応規定量 800cc でここに入れて、ね、ここの横にあるボルトですね、ここですね、これを外して、で直立した時に出てくるぐらいまで入ってれば OK っていうことですね。まあ、抜いて規定量入れて締めれば OK かなと。うん、入れすぎは良くないですけどね、はいと思います。ミッションオイルとはいえ、はい、まあ、この辺ですよね要はね、うん、まあこう外して入れてやってやれば、ここのパッキンもね変えなきゃいけなくなってくるんで、とりあえずちゃんと抜くだけちゃんときっちり抜いたら、上にね規定量入れればとりあえずは OK かなと思いますが、いかがでしょうか。 800cc 入れてそれよりも入れなきゃいけないってことはまずない、絶対ないんで、はい、そんなところでございます。はい、というところで、まあ、キャブは、バラしましたね。そしてあとミッションオイル変えて、まあ、そんなところですかね。あとはもうあとバッテリーなんですけどこれオープンタイプのバッテリーがついてるんですが、液が付属しないんですよ。なので液はちょっとそのバッテリーの会社に請求して送ってもらうという形となっています。でこれだ、それだと、うん、個人の方だと場合によっては断られる場合がありますよね。個人でも送ってくれますかね。毒物とか劇物になるので、最近法律でやっぱりかなりうるさくなってきてるんですよね。で個人で の保管とかはちょっとなかなか難しくなってきて、で、まあ、業者は整備業とかね、そういうところはまあとりあえず OK なんですけど、ちゃんと名前書いて受け取りましたっていう、あれ返さなきゃいけないんですよね、その販売した側に。それぐらいちょっと面倒になってきております。で MF とかの場合はもう初めからメーカーで出荷時に入れちゃって、それで送ってく、車体をね発送すると。で、まあ、店頭在庫みたいなのが結局いっぱいあるじゃないですか。まあ、そういう場合は定期的に充電するとそんな感じなんですよ今はね。うん、その時に入れるっていうんじゃなくて、電解液ですか、気流さんがね別にこうついてくるで送ってくるっていうやり方してないんですよね。結局そうすると、まあ、それでやっちゃうと管理しなきゃいけないじゃない、一時その販売店からまたね受け取りましたと送って、そのやつを、その書類を何年、2年間向こう1年間なんかね法律で決まってるんですよね。でそういうの結局すると事務作業がいっぱい増え、どんどん増えてきて大変になってくると。だからメーカーはもう入れてきちゃうっていうことなんでしょうね。はい、まあそんなところでございます。はい、
で、バッテリーはね、まあ、6V のオープンタイプ、まあ、駅は今、頼んだのでそのうち送ってきてくれると思うんですが、そんなところですかね。あとはやるところは、まあ、ガソリン入れてオイル入れて、あとこっちの場合はもうオイルタンクなんか全然オイル入ってなかったんで、おそらく入れてもね、あのパイプのとことかずっとあるじゃないですか、そこまで全部、ね、エアが抜けるのは大変なんで、待っててね、ずっとエアが上がってくるの待つのは大変ですから、エアポンプのエア抜き、うん、これはした方がいいのかなと、うん、思いますね。はい、そんなところで、ございます。はい、今回はねちょっと未消色交換ということで、ちょっと抜いてね、で、まあ、要は戻して閉めて入れるだけ、あとは入れるだけですね。はい、で一応ね、初回は1000キロ、まあ、サービスマニュアルによると。で、次回か、その次からは6000キロごとにミッションエラー交換してくださいと書いて、あります。はい、そんなところでございます。あ、それであとね、このキャブレターの、オイルポンプとキャブレターのその調整。キャブレターの位置でオイルポンプのそのね、突出量の調整する、合わせるんですけど、これ、定期的に見なきゃいけないらしいですね。初回1000キロ。次回からは、何千キロだかな、3000キロですかね、なんか、うん、書いてありますんで、だからたまにこれちゃんと見てオイルの突出量が合ってるかどうか確認しなきゃいけないみたいです。はい、そんなところで TF125 とりあえずですね、ここまでやってまいりました。はい、あとはちょっとね、いろいろ交換したりする、またあのストック状態からタイヤとかスプロケットとかね、ちょっとやりますんで、それはまた後日ということで、今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。